川崎選手はイチロー選手が日米通算4000本安打を達成した日に、相手チームとして出場していた。イチロー選手が大好きな川崎選手は4000本目の安打の記念球を、本気で盗もうとポケットに入れていたところ、気づいた塁審に見つかり注意されてしまった。24歳の時に WBC 日本代表に選ばれた際、イチロー選手と初対面した。川崎選手が自己紹介をするとイチロー選手は、アーム組んでしょと答えたその瞬間、川崎選手は生きかけた模様、イチロー選手の母と会った際、イチローさんを産んでくれて本当にありがとうございます、と挨拶したらしい。川崎選手はイチロー選手とグータッチをした際、さりげなくお尻を触っていた模様、しかし、それだけに止まらず匂いもしっかり嗅いでいた。川崎選手がメジャーで初ヒットを記録した日、イチローさんがいいぞ、とベンチから言っているのが聞こえたと、初ヒットよりもイチロー選手が褒めてくれたことを喜んだ。川崎選手はマイナーとメジャーを行き来する生活を送っていたが、イチロー選手と対戦するタイミングになると、必ずと言っていいほどメジャー昇格をした。